ご視聴ありがとうございます。こちら4着新しい買ったシャツブラウスなんですが、お店と家が近くて、買い物の時にお店をね、いつも通るので、もう最近ではね、こう1回見て気に入ってもなかなか買わなくなって、何回も何回も見て、もう何ヶ月も待って安くなって買ったものとかが多いんですね。とりあえずご紹介したいと思います。こちらサマンサモスモスのシャツなんですが、これね、一見普通に見えるんですけど、ここが切り替えになってて、こう横線と縦線って感じで、結構おしゃれなデザイン で、この襟の感じもですね、丸すぎず四角すぎずという、なかなかね、おしゃれな、ちょっとカントリーな感じのシャツなんですね。カポックブレンドという、なんか地球に優しいエコロジー素材ということでね、サマンサモスモスでは少しお高い部類の洋服でした。まあまあ高かったのでずーっと買わずにいたんですけど、最後の最後まで残っていて、値段が少し安くなっていまして、思い切って買いました。まあ、私の場合、こういうデザインの場合は袖をかなり折ってこう短めに着たいので、まあこう一回折るだけではちょっと長いんですね。値段がまあまあのやつっていうのはこういうところにやっぱり値段が出るので、この袖の部分はちょっと一回折りで残したくて、で、結局この下ですね、袖の下に隠れるようにここを一回縫いまして、この袖の折り返しの内側にこの部分が隠れるように、こういうふうに、かなり縫い上げました。そうするとですね、これを一回こう折るよりもですね、ここにもちょっとこう厚みが出てね、自分的にもね、あ、こっちの方がいいなっていうふうに思うんですね。まあこれは好みだと思うんですけど、まあこちらだけが今回ご紹介するブラウスの中ではちょっと違うタイプです。続いてですね、こちら。はい、こちらもサマンサモスモスのブラウスなんですが、ブルー地に白いストライプのものです。襟と袖、こういう風にフリルになってます。私の好きなタイプですね。はい。まあ、こちらはもともと安くて、定価で2980円のものなんですけど、いつもあんまり綿っていうのは安いものは買わないようにしてるんですが、まあ、こちらはね、柔らかくて、こう、寸法もね、すごく良さそうな感じでね、これだったら安くてもいいかなという風に思って買いました。このフリルの先のね、この留め方の感じがね、すごい好みなんですね。この作りっていうのが安っぽくないなと思って、まあ、色がいくつかあってね、悩んだんですけど、まあ、白っぽいものはすでに買ってあったので、今回この色を選びました。とにかくですね、背が低いのでね、袖がね、すごく長いんですよ。まあ、いろいろ考えたんですけど、こういう作りの袖は、やっぱりね、ここ外してね、綺麗に直したかったんですね。で、今ちょっとね、そういう余裕がないので、私の苦肉の策で、ボタンをですね、こちらの方にだいぶ動かしまして、こう手首側でですね、こう、あんまり下にだらっと来ないようにですね、こうきちっと留めるようにしました。こういうやり方ができるシャツはですね、袖がすごく長すぎるものはできないですし、あと生地に張りがあるものはちょっと難しいかなと思います。こちらはね、若干長いだけで、しかも生地が柔らかいので、この手法にしました。こちらですね、アースのね、ブラウスですね。この間買った中古のスカートの動画でもちょっとお話ししましたが、こういうタータンチェックがすごい好きなんですね。ありそうでね、なかなかこういう感じてないので、もうこれはね、結構即決しました。お店の方にもね、すごく雰囲気に合ってるっていう風に、まあお世辞だとは思うんですけど、言われたので、まあ即買いしてしまいました。まあこちらもですね、こういう袖口と襟元がちょっとスタンドでフリルになってるタイプなんですが、このシャツはもうすごくね、袖が長かったんですね。結構生地にも張り感があって、この手首ではね、対応できなかったんですね。それでどうしたかと言いますと、上腕のあたりでですね、こういう風に2つこうタックにしまして、こういうデザインの洋服をね、売ってるのも見たので、まあ、ここでもおかしくないかなと。本来はね、この下の方をした方がいいんですけど、柄もあるのでね、ちょっとね、めんどくさいんですね。
結構短くなってますね。8センチぐらい短くなってるんじゃないかなと思います。こちらがですね、もう私の一番の悩みどころというか、もう何回も見に行って、そうですね、半年以上かかったかもしれませんね。カトルフィーユで買ったシャツなんですけど、こちら一番高くてですね、3割オフで6000円ぐらいはしたと思います。私はもともと綿はあんまり安いのを買うのが好きじゃないので、まあ、こちら見た時にね、本当に好みだと思ったのが、フリルにちょっと一段薄い素材がまたついてるんですね。まあ、こういうスタンドカラーのフリルのついた白いシャツっていうのは、たくさんあちこちで売ってるんですが、まあ、もちろん生地もすごくしっかりしてて、まあ、こちらがね、一番やっぱり高級感があって私の好みだったんですね。袖の方にはね、こちらはね、ついてないんですけど、ブランドは何なんでしょうかね。初めて見たブランドなんですけど。Thank you.